JR 東日本が東京駅構内に開業した高級シェアオフィスは、待合室を改築して作られました。入り口にはホテルのロビーのような高級感があります。和を基調とした空間には Wi-Fi が完備され、8つの座席のほか、商談もできる応接室が2部屋備えられています。ウェルカムドリンクも提供され、座席は15分330円、応接室は15分1320円で利用できます。東急電鉄も定期券売り場をシェアオフィスにするなど、鉄道各社で新しい働き方に対応したビジネスが広がっています。